皆さんこんこにちは読売新聞調査研究本部略して朝券のベテラン記者が旬なニュースを深掘りして解説する読売長レディオ3年に一度の介護保険制度改正が2024年度に行われます現在は詳細を詰める作業が大詰めを迎えています軽度者向けサービスの見直しなど大きな論点は早々に先送りされ 新サービスの創設など実施予定だったものもここへ来て次々と見送りになっていてかなり小幅な改正にとどまる印象ですそれでも生産性向上の取り組みや科学的介護の推進など介護の在り方の転換につながる要素も含まれています段階の世代が皆75歳以上になる2025年問題へ向けた最後の改正であり これから新たな局面に入る介護保険、その将来を考えます解説は調査研究本部の記者、林真奈美さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします介護保険制度の改正が2024年度に行われるそうですねはい、介護保険の制度改正は3年ごとに行われ同時に介護報酬も制度改正の内容を反映して改定されます 改正の大筋は前の前の年、今回で言うと2022年、その年末に厚生労働省の審議会が意見書をまとめます。その後、これに沿って法改正が行われ、さらに詳細を詰めて介護報酬に反映させる議論が行われます。今、ちょうどその真っ最中です。ですから、通常は意見書段階でほぼ方向性が固まるのですが、今回はちょっと異例でした。 重要テーマである利用者負担や保険料の一部引き上げという負担増の話は、意見書では結論を出せず、改めて議論することにしたんです。この年末までに具体的な内容を決める予定ですが、実施時期は当初予定よりかなり遅れそうです。また、軽度者向けサービスの見直しやケアマネジメントの有料化などの重要テーマについても、意見書では結論を出せず、次回の改正以降に先送りしてしまいました。 さらに意見書では実施を打ち出していたものについてもここへ来て次々と今回改正での実施を断念していますそういう点で今回の改正はちょっと片透かしという感じがありますねはい先送りばかりですね一体なぜそんなことになっているんでしょうか負担増に関しては2023年春の統一地方選を前に負担増の議論を避けたいとの与党の思惑もあったと思います 軽度者向けサービスの見直しやケアマネジメントの有料化は、ここ何回かの改正でもずっと懸案となってきたものです。介護保険は2000年度の創設以来、社会環境や介護ニーズの変化に合わせて見直しを重ねてきましたが、打てる手はさほど残っておらず、残された課題は反対論も根強い困難なものばかりです。見送りばかりの経緯は、制度の手詰まり感を表しているようにも見えますね。 そうは言っても、今回の改正は、団塊の世代が全員75歳以上になる、いわゆる2025年問題。それを前にした重要な節目なんですよね。その通りです。介護保険の創設当初は、サービスの拡大を優先してきましたが、高齢化の進行とともに、取り巻く状況は厳しさを増しています。65歳以上の被保険者数は、創設当初の1.7倍になり、 サービス利用者は3.5倍に増えました。合わせて介護費用も増大していて、初年度の約3.6兆円が21年度には11.3兆円まで膨らみ、高齢化がさらに進む2040年には約25.8兆円になる見込みです。費用の膨張に伴い保険料も高騰していて、創設時には全国平均2911円程度だったのが、今は 6, 円2025年には段階の世代が全員75歳以上になり認知症の高齢者や高齢単身世帯夫婦の未世帯が急速に増えていくことが見込まれますさらに段階ジュニア世代が全員65歳以上になる2040年頃には85歳以上の人口が急増し 介護・医療ニーズは一層高まります。一方で、生産年齢人口は急減して、介護の担い手不足はより深刻化します。厚生労働省の試算によれば、2040年には69万人不足するそうです。こうした社会構造の変化にいかに対応し、持続可能な制度としていくか。2024年度改正は、大きな節目とされてきた2025年を前にした総決算であり、 新たな局面へのスタートという重要な転換点と言えますその重要な改正で本来どのような見直しが予定されているのでしょうか一番の注目ポイントは12年ぶりの新サービス創設だったんですがこれも最近見送りが決まってしまいました訪問介護と通所介護、デイサービスですねこれを組み合わせて一体的に提供する複合型サービスが構想されていましたが 現場や有識者から慎重論が相次ぎ断念に追い込まれてしまったんです。うーん、なぜそんなことになったんですか複合型サービスは同一事業所で訪問と通所の両方を担えば本人の状況がより正確に把握できニーズに合った質の高いサービスを柔軟に提供できるとの触れ込みで一部の業界団体から強い要望がありました。 ですが本音は人手不足の中で人材をやりくりくししてて有効活用たたいいととの思惑だったと見られていますですから効果や課題などの実証事業も行っておらず既存のサービスとの住み分けも不明確でした制度がさらに複雑化するとか利用者の意向より事業所の都合が優先されるのではないかなどと懸念する声が多く無理に実施すれば現場も利用者も混乱したでしょうね。はいししかし 人手不足は避けがたい状況ですから人材の有効活用という発想はまあ理解できる気もしますけれどもはい介護業界の中でも特に訪問介護の人手不足は深刻で有効求人倍率は15倍を超え事業所の8割が不足を訴えていますしかも訪問介護員の4人に1人は65歳以上です一方で、 訪問介護の利用者は、2020年度の114万人から、2040年には152万人に増えると推計されています。このままでは、将来的にサービスの供給量が需要を大幅に下回る恐れがあるんですね。ただ、1対1で高齢者を見る訪問介護と、複数の職員で複数の高齢者を見る通所介護では、サービスの内容が違いますし、職員の資格要件も異なります。 人手不足解消ばかりに目が向くとサービスの質が低下しかねません。やはり丁寧に実証事業をして慎重に検討すべきでしょう。なるほど。では、先送りされずに実施される見直しはどのようなものがあるんでしょうか。介護現場の生産性向上や科学的介護の推進などがテーマになっていて、これらに関する取り組みが強化される方向です。生産性向上については、これまでも 介護ロボットの導入支援など様々な取り組みをしてきましたがなかなか現場に浸透していません。そこで今回介護施設に生産性向上の対策を推進する委員会の設置を義務付ける方向です。また介護報酬において見守り機器の導入など厚生労働省のガイドラインに基づく業務改善を行った場合の加算を新設します。 その他見守り機器などテクノロジーの活用条件に施設の職員数の規定原則として利用者3人に1人ですがこれを緩和するかどうかが焦点となってきましたが有料老人ホームに限って利用者3人に0.9人とする案が示されています将来的には対象の施設を広げていく流れだと思いますがサービスの質の低下や職員の負担増にならないよう 現場の状況を踏まえて慎重に検討してもらいたいですねはい科学的介護というのは何ですか政府はエビデンス根拠に基づく介護を目指して2021年から科学的介護情報システムライフをスタートさせました利用者の状態やケアの内容などのデータを収集分析して結果を事業所にフィードバックしています データの蓄積と分析を進めてどんなケアが効果的かを解明し介護の質の向上につなげる狙いです前回改正で介護報酬にデータ提出に対する加算を新設したり既存の加算の要件にライフの利活用を組み込んだりしました今回はこれまでライフの対象外だった訪問介護やケアマネジメントにも広げる方針でしたがこれも最近になって見送られました 代わりにデータの提出頻度の統一や収集データの整理など現場の負担軽減と分析精度の向上を重点的に行います介護保険は成熟期を迎えサービスの内容や量よりもどれだけ自立支援や重度化防止に役立ったかという成果を重視する流れになっていますライフによる分析を通じて今後成果を評価する報酬が拡大されていく流れでしょう 最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしています本日は介護保険改正について伺っていますサービス利用時の自己負担や保険料も見直されるんですよね高齢者にとっては一番気になるところです介護保険に限らず社会保障全体で 経済力に応じて支払う応能負担の強化がテーマとなっています。介護保険でもサービス費用の自己負担2割の対象を拡大する方向で具体的な範囲を議論しているところです。当初は2024年度中に実施する予定でしたが早くても2025年夏になりそうです。制度創設以来利用者の自己負担は所得にかかわらずサービス費用の1割でしたが 2015年に一定以上の所得がある人は2割負担となり2018年には3割負担も導入されました65歳以上の所得上位20%が2割または3割で2割負担の人は利用者の 4.6%3 割負担は3.6%となっています後期高齢者医療制度では2022年から2割負担を導入していて加入者の 所得上位30%で区切っています仮にこれに揃えた場合ずいぶん増えますね厚生労働省は何段階かの試算を示していて現行制度と医療制度の間くらいになるのかなと思いますうん。しかし高齢者の家計への影響は大きいですねはい医療に比べて介護はサービス利用が長期化する場合が多く家計への打撃は大きいでしょう また医療と違って直ちに命に関わることは少なくその上利用するかどうか家族が判断する場合も多いですから自己負担増による利用控えは医療以上に生じるのではないでしょうかそれでは高齢者の自立支援という介護保険の理念を損ないかねませんこうした介護の特性を考えれば必ずしも医療保険に習う必要はないと思います応能負担の強化は重要ですが それは保険料の段階で徹底して行うべきで利用時の負担率にまで差をつけるのは万一の場合に備える保険制度の理念にそぐわないという考え方もありますなるほどそして保険料の方も一部引き上げられるのですよねこちらは高所得層の保険料を引き上げ低所得層は引き下げるというまさに大納負担の強化ですね 高齢者が支払う保険料は所得に応じた段階制になっています。市町村ごとに基準額を決めた上で、所得段階ごとに異なる倍率をかけて算出します。現在は9段階が標準ですが、それ以上の段階設定や倍率の調整も認められています。この標準段階に上位所得区分を付け足して多段階化し、高所得者の保険料を引き上げるとともに、低所得者の保険料を引き下げます。 具体的な所得基準はこちらも年末までに決まる見通しです現状でもすでに半数以上の自治体が標準の9段階を超える多段階化をしています多段階化して高所得層により多くを負担してもらうことで基準額の上昇を抑えることができます介護保険の持続可能性を確保するために必要な措置といえますねはい。今後の課題としてはどのようなものがあるのでしょうか 最大の焦点は軽度者要介護1とか2の人ですねこちらの人のためのサービスの見直しでしょう論点となっているのは訪問介護の生活援助サービスです。掃除や洗濯料理日用品の買い物などを代行するものでこれを保険給付に含めるかどうかは制度発足時から議論がありましたもっと軽度の要支援者については、 訪問介護と通所介護が市町村事業の地域支援事業に移されています軽度者の生活援助サービスも同様にすべきではないかというわけです地域支援事業というのはどういうものですか地域支援事業は介護保険財源から費用を出して介護予防や生活支援などを行う仕組みです市町村が独自に人員基準や報酬を決められ NPO やボランティア 住民主体の支え合い活動などにも財源を投入できます。地域の実情に合ったサービス展開を図りながら人手不足の解消と費用の抑制という一挙両得につなげる狙いがあります。問題は担い手の拡大が進んでいないことです。軽度者サービスを移すことに慎重論が優勢なのも当然でしょう。次回改正までに受け皿整備に集中的に取り組み、 実現できる環境を整える必要があります。家事援助がなければ生活が成り立たない高齢者に対しては必要なサービスは保障されなければなりません。しかし、それを保険給付でカバーするかどうかは別問題です。財源が限られる中、福祉サービスや公的制度以外のインフォーマルサービスと連携しながら高齢者の生活を重層的に支えていくべきでしょう。 ケアマネジメントの有料化も先送りされた課題でしたね。ケアプランの作成や介護サービスの調整を行うケアマネジメントは、高齢者の積極的なサービス利用を促そうという観点から全額が保険給付され、本人負担はありません。これに対し、他のサービスと同様に利用者負担を導入すべきだとの声が10年以上前から上がっています。反面、利用抑制を招く。 とか自作のケアプランが増えて介護の質が低下するなど根強い反対があります有料化されれば低所得層を中心に利用控えが起きる可能性は高いでしょうまた有料化されることで利用者や家族の権利意識が高まり不要なサービス利用などの要求が高まることも予測されます自作ケアプランも含めむしろ質の低下を招く恐れも拭えません 実現にあたっては、こうした懸念を払拭する対策が欠かせませんね。はい。いつまでも結論を持ち越すわけにはいきませんね。はい。最近の改正論議では、重要論点に関して業界団体がそれぞれの立場から賛否を述べるだけで、一向に議論が深まらず、足踏み状態が続いてきました。しかし、介護保険を取り巻く状況は厳しさを増す一方で、そんな余裕はありません。 利害関係者だけの議論に任せず制度の将来に向けて真摯に協議する場が必要ではないでしょうかはい、林さんありがとうございました読売朝鮮ラディオはこれからも旬な話題を深掘りしてまいります次回もどうぞお楽しみに最新ニュースを深掘りする読売朝鮮ラディオ 読売新聞調査研究本部がお届けしました。